皆さん、お疲れサントリー。ハイボーズです。今日はついに壁紙を変える日、やってまいりました。ウイスキー部屋に大革命が起きようとしています。僕もワクワクしてたまりません。まずは、以前の動画を見てもらっている方には関係ないかもしれませんが、部屋の様子を見てみます。はい。この6畳ぐらいですかねの部屋なんですが、今はただの白い壁紙が貼ってあります。9年ぐらい前から貼りっぱなしのほとんど新品同様の壁紙をこの度変えることが決定しました。もうそろそろ業者の方が到着しますので、その前に、ビフォーアフターのビフォアの部分ですね、撮っておきたいと思います。それではこの後、お楽しみに。すでに壁紙がこんなにも剥がされてしまいました。なかなか経験できないということで、壁紙に落書きもさせてみました。普通はできませんよね。さあ、この白い壁紙が最後どんな感じで変わっていくのか楽しみです。もう2つがくっついてたみたいな状態が。皆さん、2回目のお疲れサントリーハイボーズです。ついに部屋の壁紙完成しました。これからご覧いただきたいと思います。中には乾杯用のウイスキーももう準備してありますので、早速入っていきましょう。では行きます。はい。おー、いかがですか。私もいい年なので、大人の男部屋になるようにシックなグレーにしてみました。いや、綺麗に貼られています。あの、天井はより以前よりもちょっと見にくいですけど、白を強調させた壁紙にしてみました。全体的に狭く感じなくて済むように、白を天井は選びました。そしてこの木とグレーの僕的にはマッチした色が素敵な部屋になっています。とても綺麗なんですが、実はこれただのグレーではなくて、はい、見えますでしょうか、ブロック調になっています。コンクリートのブロックのような模様が、浮き出ています。なので映像では非常に分かりにくいかもしれませんが、生で見てみるとちょっと武骨な男らしいイメージになっております。さあ、この素敵な渋い部屋で初めて飲むウイスキー選びました。僕の中で渋い大人のウイスキーはこちら。はい、日華ウイスキーの余市でございます。シングルモルト余市、今日はこれのハイボールで新しい壁紙部屋、ウイスキー部屋を乾杯したいと思います。はい、それではいつものアングルではちょっと壁があまり映りませんので、今回はローアングルで余市ハイボールいただいていきます。私はあまりピートが得意ではありませんので、
その辺を緩和するために中にアメリカンホワイトオークのウイスキーウッドが入っています。まあ樽で熟成するのはもうできませんので、瓶の中にこういったウッドのスティックをですね入れて、自分の好みにウイスキーを味付けして香り付けしております。それでは夜市いただきます。それでは夜市ハイボール、まずは香りから楽しんでいきます。そうですね、やはりウッディ感が強いかな。あとはピートのやっぱり煙たさですね、そういったものも非常に感じられますが、きつくて飲めないっていうような強い香りはしません。それに勝るフルーティー感が、あるなという感じがします。ではいただきます。この部屋にぴったり、口の中で広がるスモーキー感、ピート感、ウッディー感、程よく香ってきます。私得意ではないんですが、夜市のハイボールぐらいであれば余韻に残るこのスモーキー感がちょっと癖になるなという一杯です。ちょっとリッチな夜に気合を入れて飲むには夜市いいのではないでしょうか。1本4000円から5000円ぐらいの価格帯ですので、毎晩飲むわけにはいきませんが、こんな記念の日には、夜市で大人っぽく決めるのもいいと思います。フルーティー感もありますので、煙たくて飲めない、そんなことはないですね。ほろ苦いバニラのような風味もします。甘さとすっきりさ、その後味にスモーキー感が漂う大人っぽい夜市、ぜひ皆さんも楽しんでいただいてはよろしいんではないでしょうか。ごちそうさまでした。はい、今日は壁紙を変えましたということで、新しい壁紙になった部屋からお届けしました。真っ白のただの部屋から、ちょっとは大人らしいシックな雰囲気に変わったのではないでしょうか。ウイスキー部屋を育てよう、こちらの動画ですね、これからもどんどんアップデートしていきたいと思っています。それではこの辺で失礼したいと思います。これからもハイボーズぜひともよろしくお願いします。チャンネル登録待っております。それではさよなら。